大阪北加賀屋に来てます。今回は駅から徒歩10分ほどのところにある桑名正宏さんそっくりの楽しい店主の各うちにお邪魔いたしますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。どうも。山寺です。今日はね、北加賀屋に来たんですよね。北加賀屋ですっごいね、角打ちがあるんですよ。その名も瀬島酒店さんですわ。ここでね、ちょっと今から飲み食べするんですけども、ただちょっと撮影許可がね、いただけるかどうかっていうのがちょっと分かんないんですよ。多分ね、これ YouTube に出てないに違うかなと思うお店なんで、ちょっと分かりませんけど、今からですね、瀬島酒店さんで飲み食べいたします。店内の雰囲気です。冷蔵ケースに入った魅力的なあて、カウンターにはおでん焼き魚など並んでます。ということでね、健保さん、ありがとうございます。久しぶりにちょっとね、来ましたね。ちょっとビールね、飲ましょうか。赤星、あ、赤星が始めますわ。はい、すみません。あ、入れてくれるんですか。すみませんね、ありがとうございます。あ、じゃあもうせっかくなんでね、ぜひぜひぜひ、行きましょう行きましょう。赤星、行きましょう。うっということで、皆さん赤星で乾杯ですね。お疲れ様です。乾杯。おー、うまい。なんか健保さんぐわー行きましたね、うん、でここね、当てがすごいわ。めちゃくちゃええ当て置いたんですね。びっくりするぐらいええ当て置いてるんですよ。こちら、きんぴらごぼうですわ。とマグロ、これはどちらもすごい美味しそうやね。じゃあこのきんぴらごぼうからいただきますわ。山寺、おいしい。うん、うん、定着で申し訳ない。うん、気楽に行きましょう。野菜からお酒飲むめっちゃ美味しい。そうなんですよ、僕そうなんですよ。この頃も心がけてますわ。酒飲みの本当に、ね、そうそう、一食目はで薄味でちょうどいいね。ね、あの濃いすぎず。ユーチューバー寄ってくれたから乾杯やな。うん、お疲れ様です。乾杯、お疲れ様です。ありがとうございます。すみません、いや、こちらこそありがとう。いや、最高やな、これほんま。数ある格好地の中でも かなりこう、あのレベルが高いよ、ね、おでんいいお出迎えしていただいて、ほんまいいお出迎えと料理もすごい素晴らしい、うん、このね、おでんも美味しそうやね。ほんでね、いや、大したことないです。いや、この牛すじの入れ方がこれええな。騙された。いや、絶対美味しい。ほんでここの大将めっちゃ面白いねんけど。めっちゃ面白いけど、めっちゃ面白いねんけど。ありがとう。いや、ほんま当ても多いしね、これすごい魅力的やわ。そうそう、こちらマグロですよ。このマグロもね、切り身が大きいし、見てん、この赤身が綺麗な赤身やん。ね、濃厚そうな、このプルンプルンですよ。これプルンプルンやん、ねっとりしたような感じがする。で、醤油ね、甘い方が美味しいっておっしゃっていただいて、ちょっと甘い方、九州ね、いただきますわ。マグロ綺麗な赤身やわ。めっちゃ美味しい。大正解。うん、本当に濃厚やわ。濃厚な赤身で、このね、九州の甘い醤油にまたピタッと合いますわ。これ行ってください、健保さんも。いいっすか。うん、行ってください行ってください。もう、うまい。なんぞあれやろな、気に入らんのかなんか知らんけど、うん、美味しいんちゃいます。ほらほらほら、これ
角打ちでこんなね、マグロの美味しいやつ、ちょっとびっくりですねこれ、うん、お醤油甘いの本当甘いの美味しいです、あの甘いのは合いますよ、うん、まあ、どっちも醤油あるんやるけど甘いの出してもらいました。プリンプリンスも、うん、ちょうどここの大将また飲んでるからおもろい、ありがとうありがとう、すいません面白いわこれ、ここはすごいわね、面白いです、飲んでる側も面白い、面白いね、無理がなくね、なんか楽しい、このきんぴら美味しい大丈夫ですありがとう、うん、うまっ、もういっぱい食べたらめっちゃ美味しい、これいっぱい容器取ってさ、何してんのか分からないけどさ、うまい、めっちゃうまい、酒進むわ。こちらアキレス腱らしいです、おでんのねアキレス腱、これがねニンニク醤油で食べるのが一番おすすめということで、ちょっとニンニク醤油でいただくことにしますわ、これうまそうよ、ほんでちょっとね一味唐辛子をパラッとこうかけたら美味しいらしいんで、ちょっと軽くかけていいですかね、ね、パラッとこうかけてこれでちょっといただきたいと思います。このニンニク醤油ねたっぷりかけてねいただいたこれアキレス腱、プル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 、いただきますよ、ニンニク醤油がたっぷりかかったアキレス腱いただきますよ、柔らかい、ねっとり柔らかい、あ、ほんまにニンニク醤油美味しいわ、うん、あこれけどケンボさん食べてくださいよ、ああこれ絶対多分ケンボさん惚れる味やわ、明らかに形がねすごい、はあ、そうやな、食べたことない形してる、ほんまやな、こんな秋ですけどね、あんま見たことないかも、しっかりした形、チュッコみたいな形だった、ほんまやほんまや、うん、なあ、おいしいの、おいしい、おいしいよね絶対これ、うまっ、これはうまいわ、山田屋さんの残りのビール飲んじゃいます、飲んで飲んで飲んで、もううまいうまいうまい、めっちゃうまい、こちらねこの入り木があるんですよ、入り木またねちょっと飲もう、いいっすね入り木、氷もいい氷で、それ氷もねちゃんとしたロックアイスですよこれ、あーもうこれ入り木、入り木入れてくださいよ、はい入り木一緒に乾杯しましょうか、うん、はいお疲れ様です、いいっすありがとうございます、ハイリクうまいっすね、うまいわ、何ちょっと待って、これいつもハイリクうまいんやけど、ここのハイリク特にうまく感じる、なんでこれ雰囲気、多分メンブレンの筋の音やから、うん、ああそっか、余計に清涼感です、それやすっごい清涼感ある、ね、うまい、やばい、はい、前のこうなんかオブジェ見てたら余計うまかった、あれ気になりますねこれオブジェね、なかなかすごいいいオブジェで、ちょっとお見せしましょう、このねなんかオブジェがねなんかすごいいい雰囲気出してて、戦車がねこう飾ってあるんですよ、戦車なんですよこれ、ここは大人の駄菓子屋さんですね、JJ いきましょう、ありがとうございます、あいや違う、俺ももう一本飲まなあかんとこやからちょうどよかったんで、JJあ、12時までしか、あ、12時から2時までは飲んでる、レジェ、レジェ、あ、うま、後で食べ潰したから、なんかちょっと食べよう、何食べようかな、いろいろと目移りしますよ、こちらね、今から食べるんですけど、あ、まだやね、ほんでね、これもうここのね、マスターの店主のおすすめでおからにごま油をかけたら美味しいんやでとかね、ね、ちょっといただいてみますね、はい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 、どんなんやろ、はい、いや混ぜた、混ぜない、混ぜた、ちょっと混ぜた、ほんま、ちょっとごま油入れたら美味しいんやん、俺はな、ほんま美味しい、ほんまよかった、マジですか、うん、ごまの香りも出るし甘みがある、ほんまに甘みがある、食べ物に関してはねやっぱりもう、うん、光る、ほんまに美味しいって、だからカスカスやんか、うん、そこにちょっと油入れて、ほんでなんかしっとりマイルドになる、うん、マイルドになる、うんうん、うまいわ、よかった、
角が取れるというか。ああ、そうそう、そんな感じです。ほんまに美味しいで。角が取れる、角屋のごま油。全然違うけど、それはどうでもいい話。うまい。はい、ありがとうございます。うまいのは、違う違う、うまいのはおからがうまいのよ。ほんまに美味しい。中華ええねんけど、今日ちょっと暇すぎるわ。いつもいっぱいでしょ。もっと来てもらう。いやいや、いつも空いてるよ。ほんま、僕はちょっとごま油入れたらなあ、おからはなんかええ感じになるから。ここの角的も美味しい。ちょっとね、なんていうの、最初甘みやね、甘みが来て、あとからちょっと辛い感じの角的。まあまあね、ごま油、まあまあ分からへんけどな。うん、美味しい。ごめんね、無理やり入れさせて申し訳ない。無理やりちゃうで、大歓迎や。こちらのお店のね、もうすごいうまそうなこんにゃくが目の前にあったんで、ちょっと食べてみようと思って。これすごいね、これ。歯大丈夫、歯大丈夫、行くで。これもう今まで食べてるこんにゃくとは全く違うわ。うん、うまい。ありがとう。ああ、ただボリュームありすぎ。そうやな、うん、でも美味しい。あ、こんにゃく芋感がすごいわね。っ、ね、こんにゃく、こんにゃくしてるでしょ。もうこれぞこんにゃくっていうか、もうこんにゃく芋感。うん、あー、よかった。なんていうの、スーパーで売ってるこんにゃくとはもう全然ちゃうで、これ。うん、あ、うまっ。こんだけ分厚いのに、うんうん、なんだ、だしの味ちゃんとしてる中まで。めっちゃ美味しいですね。でも美味しいいうのが一番いい。ええー、なあ、大将のキャラがええわ。もう美味しいなかったらごめんやで。絶対美味しいから。 JJ 手かけてくれるとこ何かね。今愛したんやね。酒がもういいなって。そりゃそうやろ。なあ、おもろいわ。いや、ほんま面白いわ。最高や。こんな面白い店あれへんやん。元気な顔してますけど、めちゃめちゃ飲んでます。飲んでるけど、ちゃいちゃい、いいやん。こんな面白い格打ちあれへんで。だからあれへんて。それが一番おいら褒め言葉や。瀬島酒店最高。イエス酒店。もうええって言う歌っちゅう。もう入っとるわ。これね、鮭の釜、これね、油がね、乗ってんね。すごいプリプリや。めっちゃうまい、これ。ケンさん行ってください。めっちゃ美味しい、この鮭かま。めっちゃうまい。これはちょっとやばい。塩加減もええわ。塩加減もええねん。うん。どうでしょう。脂も乗ってんね、ほら。ほら。いや、甘っと思うじゃないですか。ちゃうねん。塩加減やね、これ。天才やん。わからへんか、しゃあねんけど。酒に合うわ。俺は知らん。うまいわ。いやー、もうここはね、いい酒場ですわ。初めて来ましたけどね、すごいびっくりしましたね、これね。やばい。だって3時間おるんですよ、3時間立ち飲みで3時間ですよ。どんだけ気に入っとんねんみたいなね。いや、というかそれぐらい面白いお店、うんうん、おもろいわ。マスターのキャラが立ってるすごいいい店や、うん、ここはね、絶対ぜひ来ないとあかん酒場だと思います。ほんまにぜひ皆さん来てみてください。はい、こちらね、車麩、これがありがとうございます。めっちゃ美味しいらしい。うん、ここのね、売りや。おめえ、お前ごめんやよ。これほどかじっちゃうか。いや、かじったらな、ケンボさん食べられへんようになるな。いっちゃえ、ええわ、いってまえ。いや、お前ちょっと考えてくれよ、お前。おめえはだから俺が言えるからダメやん。うまこの車、めっちゃ美味しい。やっぱり、うんうんうん、うん。今なんかめちゃくちゃ楽しい酒場、瀬島酒店。これね、2人で、健坊さんと相当飲んでね、飲んで食べて、2人でなんとお会計4000円ちょっとやね。これ考えられる、こんなおかしいでしょ。でもね、これこそ昭和の酒場の素晴らしい酒場でした。いやー、ここはね、皆さんに絶対来てほしいわ。
僕がもうほんまにこう角打ちの中の角打ちやね。しかもあのお店の方がすごい楽しい、最高でした。いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンいただくと励みになりますので、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。めっちゃ楽しいわ。これだけ食べ飲みしてお会計は4790円って、かなり激安な立ち飲みだと思いました。しかも楽しいお店で最高でしたよ。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。